4番永井かなたの進出、2番の久がそれを突っ張りまして、さあ121機早くも少しずつペースアップを見せていますが、久保田先頭譲らず、今日は突っ張り先行の体勢で4番永井かなた少しバックを踏んでいます。1番茂木和臣は今5番手付近で再度地元勢との追走を戻しまして、残り1周半切っています。久保田今日は突っ張りいつもの形に持っていって最終ホームへ。久そして山崎浩也、今日は追走しやすい流れで最終周回に入ります。7番長澤和道3番手、まくりの4番永井かなたは5番手から、さあ前へと接近できるかどうか。6番の飯島亮口が開いてしまった。先頭2番の久保田、この先行をじわりとまくっていく4番永井かなた、今3番手です。長澤が仕事を見せて、その前では5番山崎浩也が絶好となりつつありまして、このライン4番手から3番龍門高谷も強襲するが、2番久保田降臨、2着5番山崎浩也、3着は7番の長澤和道か。